皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、帰ってきたシリーズでご紹介をさせていただきます。ご覧の通りのね、モンタギュパラトルーパーが、戻ってまいりました。これに関してちょっとお伝えですね。でこれに乗ってらっしゃる方はですね、実はうちに初めてお見えになった時に、あの電動アシストのですね、前輪が回る二輪駆動のクロスバイクでお運びになりまして、確かに1月下旬が2月だったと思います。でこれで雪の中大丈夫なんですかっていう話をしたら、結構二輪駆動だから行くんだよねとかっていうノリでお運びになりまして、でいろいろお話をね、させていただいて、まあやっぱその元がクロスバイクなんでね、やっぱそのマウンテンバイク的な何かの方がやっぱいいねみたいな話にまあ当時はなってました。でまあね、その輪行もしやすい、なんていうんですかね、北海道シーズン問わず乗れる自転車であるということで、あのパラトルーパーご注文いただきまして、やっぱそのあとはね、やっぱそのミリタリールック的なものがやっぱお好きだということでしたので、まあパラトルーパーもいいねということだったんですけども、確かね、もう納車して3年目ぐらいになるかと思いますけども、まあね、あのいろいろ乗ってみて、あの問題点とか自分の使い方とかいろいろ分かってきたので、ちょっとね、整備方々、ちょっとここに手を入れたいということで、駆動系ですね、にちょっと手を入れさせていただくことになりました。うちとしてもですね、あの、フロントシングルの車両は、ファットバイクではね、たまにやることはあるんですけども、もともとフロントトリプルだったものをね、フロントシングルに変えるというのは、実は本当にうちごときな店で行くと、本当は初体験でしたので、なかなか、緊張しながらの作業になりました。でも、パーツをいろいろ調べていくとですね、あのフロントシングルの11段変速って言ったらもう本当にね、今までは高額なマウンテンバイクパーツしかないなと思ってたんですけど、いつの間にかのこのシマノキューズっていうのが出てまして、これがなかなか優秀というか、ハイコストパフォーマンスですね。で、このね、クランクに至っては実はテーパースクエア BB が対応になってまして、これならなかなかね、お安く、ね、11段変速とかその辺が手軽に味わえるねと、いうことで、ちょっと聞きとしながら作業させていただいた感じになりました。願わくばですね、これの、ナローワイドチェーンリングで52とか、56とか、そういうのがあるとなーっていう人は、うち以外にもいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、おそらくですね、フロントの変速の煩わしさっていうのから多分解放されることになると思いますので、選択の幅はね、ちょっと狭くなるかもしれませんけど、おそらくまあ、こんだけ幅が広ければ大丈夫なんじゃないのっていう感じで乗ってくださるんじゃないかなと思います。あとはですね、乗ってみていただいて、ああでもない、こうでもないと、いろいろ教えていただければ、その都度その都度対応していけるんじゃないかなというふうに期待をしておるところでございました。やっぱね、乗りまくってるからこそ、見えることを、に対してちゃんと手を入れようというふうに、お考えいただいておりますところが素晴らしいなと。いうふうに思います。で引き続きですね、乗りまくっていただければなというふうに思います。安全運転でお楽しみください。